第4代サマセット公爵ジョン・シーマーは、イングランド王国の貴族。第2代サマセット公爵ウィリアム・シーマーとフランセス・デ・バルーの4、男として生まれた。1661年から就職までの間、マールバラ選挙区選出の庶民委員議員を務めている。この頃には、借金から手元不意に,に苦しんでおり、母、フランシスや親族ハーバート教ヘンリー・サマセットと、 手当や父の遺産相続時の財産分与をめぐって、抗論となった挙句に、家から追い出されたという。また、カサム借財の再建者から逃れるべく六百六十六年に、グレー放送員に入港、借金を完済した六百七十一年まで在籍した。本家筋に当たる、おいの、第三代サマセット公爵ウィリアム・シーモアが六百七十一年十二月十二日に、 未婚のまま死去したため、サマセット公爵を相続、これ以降は再び贅沢にのめり込む生活を送った。晩年に当たる1672年よりその島で、ウィルトシャー州等官及び、サマセット州等官を務めた。1675年4月29日に、子供のないまま死去、ソールズベリー大聖堂に埋葬された。彼の死去に伴って、ハートフォード公爵は廃絶したが、 サマセット公爵を含む残る爵位は分ス市のトローブリッジのシーモア男爵家当主フランシスに継承された。1661年に未亡人サラールストンと結婚して持参金を得たが、夫妻仲はすこぶる悪く、また二人の間に子供はなかった。彼らの父第二代サマセット公爵は裁判年にサマセット公爵位を回復したため、兄ビーチャム教ヘンリー・シーモアは、 就職を待たずに死去していたことから、その息子ウィリアムが第三代サマセット公爵となった。そこで親族のハーバート教が幼年の三代公の貢献人を果たしていた。メアリー・ヘースティングスは、就職後再び贅沢三昧を始めた。彼を皮肉って、公爵はご自身の欠点を次々と見出していますと手紙の中で綴っている。ありがとうございます。